あなたはまだ分かっていないのか。自由とは名ばかりの欲望こそが世界を堕落させたのだ。自由、可能性、本気で信じているならなぜ創生など望む。かつての世界にうんざりするほどあったはずだ。なぜ元の世界で成し得なかったのかね。それは生徒を送り込んだのもそうだ。何を期待していたのかね。自分ができないことを彼らがやってくれるとでも、それとも同じ挫折を味わわせてみたかったか。なぜあなたが断りを開けないかわかるかね。あなたはただ逃げ出したかったのだ。あなたは本当は自由なんか信じていないんじゃないかね。人の子よ、そなたが獅子馬を望むのもまた自由なのだ。その姿、ことがみアラディアか。お前が彼女についた神だったとはな。だがこの結界の中では何もできまい。おとなしく我が守護の降臨を見ているんだな。私は行かない、行かないわ。氷川を止めないと元の世界も新たな世界も死んでしまう。女よ、かの地にてまたんや。希望こそかの地への道なり。哀れな人だ。偽神に騙され最後には捨てられたか。間もなくこの空間は虚無に飲まれる。せめて神への生贄となり己が役目を果たすがいい。誰だ。おお、人知らが我が結界に入っていたか。何を思ってここまで来たのか知らんが、私は君と争おうとは思わん。おとなしくそこで見ていたまえ。君には失望したよ。女の誘惑に落ちるとはな。今まで泳がしてきたが、どうやら消えてもらった方が良さそうだ。我が忠実なる下僕サマエルが君を始末してくれるよ。
Thank you.